だからそういうような特別なスピリット魂が生きてるかどうかっていうことですね。だからそれが最も大切。あとは正しいガバナンスかどうか、結局やり方はロンボか、非常に丁寧で紳士的な、今の例えば全世界に広がっている中でもそれぞれの国の法律を守りながらやってるかどうか、それ毎年毎年毎年全部お互いを見直ししてる。で時々やっぱり出されてる会社があるんです。守ってないとボーンと追い出されるっていうようなところがあります。で当然でありながら新しいメンバーがアプライするときは、申し込んでるときは、そういうような形で先ほど申し上げたニューメンバーとガバナンスの委員会が集まって、そこでこの会社は全てのこの基準を守ってるかどうかということは決める。不思議な話だけれども、カルチェこそはすごくラグジュアリーですよね。あの中にはカルチェは委員会に、コルベリ委員会に入るまでには、ね、25年かかったんです。なぜかというと、やり方はすごい乱暴だったの。一時的にものすごくね、どこでも売ってもいいっていうこともあったんです。それでジャン・ドミニク・ペランっていう方が来て、彼はやっぱりカルチェはトップラグジュアリーであるべきだから、別にコルベリ委員会に入るためじゃないんですけれども、やっぱりこれから世界には認められるための基準が、その基準が彼は分かってたから、その基準に合わせてやっとカルチェがコルベリ委員会のメンバーになりました。だからものすごく厳しいですね。だからいつでも降りることもある。さてそこではですね、コルベールはじゃあ何ですか、ね、ただ美しい人を集まってるだけですか、いろいろなことをやっているんですね。まず一つっていうのが、それぞれの会社の戦略ストラテジーをお互いにですね、交渉しながら強くすることです。いくつかの例があるんですけれども、やっぱり一緒にやるとより強くなるということ。特に私は先ほど申し上げたように、ルイ・ヴィトン社とかシャネル社は他社から学ぶことはあまりないかもしれませんけども、ものすごく小さな会社もあるんですね。小さな会社がやっぱり応援してもらいたいんです。やはりフランスのラグジュアリーを広げるためには、やっぱりそういうようなラグジュアリーの基準を守ってブランド、商品が多くなるということが大切です。そういうようなスピリットは生かしている。あとはですね、ここにあるのが、実際は高校生たちに我々のやってることは教える。なぜかというと、やっぱり、まあ、ある程度就職活動のためですね。将来はぜひともこういうようなラグジュアリー会社に勤めたい、こういうような職人になりたい、こういうようなことをやりたい、こういうようなことを生まれるためにはですね、結局どん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 会社が強くなるためには、やはり最終的には人間が育たないと大きくならない。だからそういうようなところで我々はかなり力、このコミティコルベルは力入れてます。でここらムーリスとかルノートルとかセーブルで学生たちが来て勉強してます。シャネルにもかなり来ています。だからそこにはですね、いろいろなワークショップがある。例えばインターナショナルコルベールデザインワークショップ、そこにはですね、2つの学校と組んで、1つはパリにある学校と、もう1つは皆さん多分名前を聞いたことあるけど、セントラルセントマーティンスクール、ロンドンねのスクールと組んでやって、そこにはですね、何ヶ月間はいくつかの会社は一緒に職人の技を使って新しいものを考えましょうということをやったとか、あとは企業の紹介、先ほど申し上げたようにですね、失礼。そしてコルベールラボっていうのが、それが技術のレベルで技術者の交換です。例えばね、漆の仕事はすごくよくできる会社の職人が、香水会社に行く、香水会社に行くって関係ないじゃない、いや容器に関係があるかもしれないというようなところですね。そういうような交換がすごく大きいです。次、あとはやはり世界に広がるためにはいろいろなことをやっています。彼が例えば、ユネスコの、総機長という方とバルハインという中近東の国に行って、これはバルハインの文化大臣、
と一緒に大きなあのプロモーションのイベントをやりましたですね。それがやはりフランスのラグジュアリーの文化的な意味を持っているところを広げるためというようなことです。これもですね、あの中近東で行われたイベントなんですけれども、これがねフレンチスタイルのアイコンっていうのが、これドバイというところにありました。次はですね、次の写真お願いします。これはですね、あのレバノン、ベイルトに、あるフランス人の作家とアラブ人の作家一緒に作ったあのラクシュの中心言葉、結局言葉がラグジュリーを表現するものだと、それがフランス語でもできるならアラブ語でもできるよというようなことで、そういうようなあの交流のことを作った。あとは企業としてはですね、最も大切な、特に我々の業界で最も大切なところがやっぱりブランド、名前、ね、っていうのがあるんですね。例えば私どものナンバーファイブは誰でもどういうような形でも使っちゃいけない、ね、ナンバーファイブの香水の前にナンバーファイブ、また T シャツにはナンバーファイブつける人はいるんですけれども、これはないように我々は戦っているんですね。なぜかというと、どん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 いろいろなところに書くとね、例えばこのボトルにナンバーファイブになったら、ナンバーファイブの中心である、まあ魂ですよね、一言で言えば、それがものすごく薄ってしまうんですね。でシャネルという言葉もあちこち使われてるんですよね。一番私は長年の間は恥ずかしかったのがね、福岡空港に着いて車乗ったら目の前にね、ラブホテルシャネル、ラブホテルシャネル何があるかで、履いたことある、一人でよ、履いたことあるね。何か彼らはただやっぱりシャネルという言葉好きだったから、そのラブホテルシャネルにつけたんですね。20年戦った。でヤクザだったから怖かったんですけれども、最終的には我々は勝ったんです。あのラブホテルは今は違う名前になってて、いまだにあるけれども、シャネルにはならない。美容室とか、喫茶店、クラブ、バーなどなどなどのシャネルは使ってる。なぜかというと、やっぱりシャネルのパワーがあるよね。だからそれはですね、あの知的財産を保護するためには戦わなければならない。だこれはですね、一つは特許の問題ですね。ナンバーファイブとかシャネルとか、そういうような特許が我々は持っているからね。例えばあなたは中村さんだったらね、私はあなたの名前取ってな、私中村だよってね、この美しい中村とこのね醜い 外人の、ね、中村の名前使ったらね、自分の特許は大変だな、そういうようなところがある。あとは偽物ね、偽物は大変なのよ。その会社の名前を利用して、その会社のイメージを利用して安っぽいのものを作って、我々のレベルのものを作らないからね、安っぽいものを作って消費者を騙して売るっていうことは多いですよね。だからまあ香水とかあのレディトゥエア、ね、洋服とかハンドバッグだったら人間の命には問題ないんですけれども、偽物っていうのはね、例えば飛行機の部品の偽物あるんですよね、聞いたことあるでしょ。あとはね、アルコール類のもの、コニャックの偽物でタイランドで何人か死んじゃったんですよね。いろいろな偽物に対しての問題がある。もう一つの偽物に対しての問題はですね、マフィア、ヤクザとの関連、彼らは偽物を使ってマネーランドリングする。結局麻薬とかなんかに儲かっている部分が、それがオフィシャルなものになるためには偽物を作って売って、それでオフィシャルなものになる。だから皆さん、偽物を使っちゃうということがモラルの問題もあるし、非常に私は社会的な大きな問題ですね。自分が自分のあの手首にロレックスの偽物をつけたら、まあ自分がね、あの自慢してロレックスの本物にパッと見たらに見えるんですけれども、実際は3000円でとか5000円で買ったね、あの40万円のものは、それは自慢するかもしれないけれども、ただ裏にあるモラルの問題が非常に大きいです。その企業に対してのことだけじゃなくて、社会に対してのモラルの問題
もしかしたらこのロレックスの偽物を作った人は裏でヤクザで非常に悪いことをしてそのモネーラウンドリングに使ってる、これは間違いなくなんです。あんまりね誰も大きな声で言いたくないんですけれども事実です。で我々はやっぱり偽物対策としてはこれはねよくいろいろな世界の空港にあるちょっと冗談っぽいにやってるんですけどもね、例えばあなたはこのメガネかけたら必ず分かるわよとかねいろいろな言葉でやってる、日本語にもあったんですよね。ちょっと冗談っぽいにしてるけれども実際は真面目なことです。そういえば偽物対策は世界で最も力入れてるのがフランスです。実際は法律があって、これも皆さん気をつけてください。フランス行って偽物、例えばロレックスの時計は腕につけて通関するじゃない、このロレックス見せてくださいって言われるんですね。必ずしもじゃないんですけども言われることがあるんですね。偽物だったら罰金、本物の値段の10倍まで。考えてみてくださいよ。5000円で買った偽物のロレックスは本物の買った偽ロレックスの40万円だったらそれの10倍400万円の罰金取られる、また有罪になることもある。必ずしもそうなってないんですけれども、でもいくつかの例があるんです。知らなかったっていうことが言えないんです。フランスの法律によりますと、ロレックスはみんなは5000円で買えないって分かってるはず。だから逃げられないんですね。だから今はフランスでの法律の対策というのが消費者まで言ってる。日本は一歩手前、作る人まで。で日本はね、長年の間はね、なかなか偽物対策はなかったんです。僕はね、キャリアを始まったときは、偽物を作ってる会社見つけた、一人で探偵やったんですよ。誰も手伝ってくれないから。一人で神戸行って、私は若かったからバカだったけれども、25歳だったんですね。神戸行って工場を見たら、作ってるんですよ。実際はヤクザだったんですよ。捕まったら大変だった。警察行って、これ偽物だから、止めてくださいって言ったら、日本の警察に何て言われたか知ってる？ネゴシエイト、話し合いなさいって。話し合うことないんだよ、止めてほしい、これは法律違反だよ。いやいやいや、でもね、なんとか話し合ったらなんとかなるじゃないか。そんなことないわよね。今は日本は態度ものすごく変わった。皆さんなぜ変わったか分かる？2、3本田の偽物ができたので、キャノンの偽物もできてるから。だから今は日本はものすごく戦ってる。法律的にはフランスの次に偽物に対しての厳しい法律は日本。ただ意識はまだまだ浅い裁判官がいるんですね。で考え方としては、何ね、こんな豊かな企業のシャネルでかわいそうね、中村さん、中村さんじゃないでしょうけど、かわいそうな中村さんは一人で一生懸命作ってね、彼女は生きるためにはやってるのにね、シャネルはでっかい会社でいいんじゃないかっていうような見方はまだ裁判官にあるんですよ。ただ法律は厳しい。だからまあ最近は我々は裁判官を育てられないけれども、法律を守ってほしいっていうことです。だからコミテコルベル委員会はそういうようなこともやってます。昔はですね、税関によく呼ばれるの、シャネルさん、ちょっとシャネルのものが来たんですけれども、本物かどうか確認に来てくださいって言われるんですね。特に値段は安いから、税金は安いじゃない、関税は。それで見てて、いや、これ偽物、俺たちの工場から作ってるものじゃないんです。言ったら、昔は日本の税関何やってたかと言いますと、送り返してたんですよ。丁寧に返してくれたんですよ。だから偽物屋さんは、あ、そっか、一回ダメだったから違うルートで輸入しましょうって言ってて、最近はやっと我々は何十年も戦ったんだけれども、偽物だっていうことが分かったらその場で廃棄する、ディストロイ。だから向こうの偽物屋さんにはものすごく経済的な損になっちゃうんですね。だから日本は厳しくなった、非常に厳しくなった。一時的にはもう渋谷は偽物だらけだったんですね。ストリートベンダーね、外人の人だったんですね。だからそういうようなね、商標権とか、そういうの特許とか、知的財産を保護するためには、最も力を入れないといけない。
で実際はフランスの法律は世界で最も厳しい法律だったのがフランスのコミテ・コルベル のプレッシャー、ね、圧力のおかげです。ある程度日本にもそうです。我々の企業は非常にうるさく何十年も言ったためには厳しくなりました。はい、次。もう一つですね、これは行政機関とネゴシエートすることが、関税と非関税の障壁ですね。非関税の障壁、皆さん何だか分かります？関税の障壁は簡単です。お前はこの統計は私の国に輸入したいと、関税率は 300% にする、ね。だからこの商品のバリューは40万だったら120万円の関税を払ってください。輸入できなくなっちゃうんですね。値段は高くなりすぎて。これは関税バリアですね。関税障壁。結局自分の産業、自分の国の産業を守るためにはそういうようなことをする。特にですね、まだまだ進んでない国ですね。例えば中国とか、そういうようなところにまだまだ、最近はどんどん落としてるけれども、まだまだある。で、非関税の障壁、なんだろう。日本はね、それのマスターですよ、世界的に。我々は関税率はゼロだよ。だから我々はすごく自由な経済だって日本は言うんですね。OECD の中では最も関税率は低い国だと。それは確かです。ただ、非関税障壁がある。例えば、これはあなたたちまだ生まれてなかった70年代に夢の話。日本はアメリカの肉は輸入できない。なぜ？日本人の腸の長さはアメリカ人と違うから。っていうようなことは理由だったんです。何にもですね、根拠がなかったけれども、そのような非関税のバリアがあった。または、長年の間は世界で当時は最も有名なスキーのブランドはロシニョールっていうブランドがあったんです。輸入できなかった。その理由は日本の雪はフランスの雪と違うから。いや冗談じゃない。これが真面目にですね、行政機関の人は言ってたんですよ。じゃあ根拠何ですかって、何ですかって、我々の作ってるスキーは日本で使えないって、何が危険性がある、ない、いや雪は違うからダメ、ダメ。これは非関税障壁です。それと戦うのがもう大変ですね。皆さん興味が持っていらっしゃれば、関税非関税障壁に対しての、実際は毎年欧州ビジネス協会っていうような協会がございますが、私は7年間会長をやらせていただいたんですが、興味を持っていらっしゃれば毎年ですね、白書を出してるんですよ、欧州ビジネス協会。それぞれの企業に対しての日本の関税、非関税の障壁とか、また結局その向こうからの企業入らないように、また破綻できないような形でどうやってるかって、非常にね、読むってね、笑い話多いんですよ。ただ笑い話って言いながら企業としては輸入できなくなっちゃう。だからやっぱりそういうような手段があって、これはね、欧州ビジネス、欧州のコミッションと戦って話してた、非関税の障壁をインドから落とすため、インドはもう世界のチャンピオンの関税非関税の障壁。はい、次お願いします。もう一つは先ほど申し上げたように、ラグジュリー商品、非常に素晴らしい商品、やっぱり売る環境も同じように素晴らしい環境でなければダメ。例えば大量販売政策はそれが無理ですね。どこでも、どこ行ってもあったら、もうラグジュリー商品としては消費者は見なくなっちゃうんですね。だから限定販売政策っていうのがあるんです。ただし、これは自由マーケットですね。自由な経済とものすごくバッティングしているところですね。自由の経済というのはやっぱり大衆商です。大勢な形で、大勢な人に、大勢な流通機構で売る。で基本的には買いたいっていう小売店には断ることができないんですね、法律的には。日本では私はもし誰かフランスからシャネルの商品輸入して、私はふさわしくないと思った、例えば松本清ね、松清はシャネルの香水を入れたら、私は文句言うことができない。文句言ったら公正取引委員会に引っかかる。ただし、なぜ松清はやらない、できないかというと、
そこは別な法律があって、その法律はですね、公正書によって薬事法というのがあるんです。不思議な話なんだけれども、香水というのが 薬品じゃないんですね。薬じゃない、まあ、飲んだら薬になるかもしれないけど、まあ、薬というよりは実際は昔の面白い話があったけども、中近東ではアルコール飲めないじゃない、イスラム。アルコールは販売は禁止だったから、みんなねナンバーファイブ買って飲んでたんですよ。でかなり下痢した人多かったらしいです。それでもやっぱりアルコール飲みたいから、あれからですね、変な味つけるアルコールつけてるんですよ。これ法律的になっちゃってるんですね。まあその話じゃないんですけれども、この販売政策っていうのがものすごく大切です、我々には。ただし法律とバッティングするんですよ。また自由なマーケットのコンセプトとバッティングする。だから法律を変えてもらわなければならない。これも欧州と戦って、結果的にはヨーロッパの中ではそういうような結果になった。一言で言えば、あるちっちゃな香水の専門店が私の香水を買いたい。彼らは申し込む権利がある。私はその場で断る権利がない。ただし彼らのところに行って、うちのインスペクターが行って、ある申し込み費用があって、いろいろな基準がある。でそれぞれの基準のウェイトがあって、100点なるかならない。例えば、売り場の環境はきれいかどうか、ね、店自体は、きれいかどうか、あとは販売員がきちんとその専門的なことを分かっているかどうか、まあ、いろいろな基準があって、それは専門店と一緒にやるんです。小売屋さんと2人でやる。嘘をお互いにはつけられない。で100点だったら断る権利がない、売らなければならない。100点以下だったら申し訳ないけれども、我々の基準の限定販売政策の基準にお前たちは合ってないから、それがまだ我々の香水入れられません。ただしこの小売屋さんが毎年もう一回申し込む権利がある。で申し込んで、例えば店は汚かったからきれいにしたということだったら今度 OK になる。そういうような法律をいただくためには欧州と戦ったんです。はい、ほぼ終わりです。彼女はね心配してるの、クラス終わりだって、これもですね、クリエイティビティを表現するためのいろいろなことをやってる。これはビアチュアル展示会だったんですね。はい、次。最後に、少し経済的にはですね、コミュニティコルベールの力とかウェイトは何だかっていうと、まず先ほども仕上げたように75社、年間の総利上げは、260億ユーロ、円にすると3兆160億ですね。3兆円というのがなかなか想像つかないけれども、例えば東芝は原発のビジネスは10年後に1兆円にしたいっていうような発表してたのが、今は原発はなかなか売れなくなるね、福島の問題があるから、今朝は昨日かな、東芝の社長はこれは我々はこの長期的な企画を見直ししなきゃ、1兆円だから、まあ我々の産業がこのメンバーですよね、コミテコルベルのメンバーは3兆円というようなサイズ。であとは輸出率 84%、 結局フランスの国内での売り上げと国際の売り上げ、国際で海外の売り上げはやっぱり海外の売り上げのウェイトは 85% 近いです。はい、次。でこれからの貢献というのが、やっぱり何をこれからはプロモートするかというと、まず経済の成長、そして世界へのフランスのイメージの発信、それが一つの根本的な、なんていうかな、コミテコルベールのミッションでございます。でこれはまあどこに大きな国があるかというと、これがあんまり見えないけれども、日本はコミテコルベール委員 の、 メンバーたちの売り上げの 12% です。中国が 12%、ものすごく急激に伸びている。もうそろそろ日本を超えます。ヨーロッパ 32%、米国 20%、ラティンアメリカ 3% だけですね。オーストラリア、アジアパシフィックね、中国と日本以外ですね、アジアパシフィックというのがいろいろな国が入ってますね。これが 8% で、ロシアは 4%、 中近東は 8% ですね。そういうような世界の広がりです。はい、
で皆さんはもう少し詳しいことを知りたいなら、これ横文字になってるんですけども英語でなってますので、これにぜひサイトに行っていただきたいと思います。そしたら最新情報が入ってます。で最後にですね、ここにある程度の私は今日お話しした日本語のまとめがありますので、皆さんに後でお配りします。非常に長い攻撃で、また暑いの中で本当に皆さん大変お疲れ様でした。次は7月の13日、テーマはですね、今ちょっと調整中だけれども、ラグジュアリー企業のグループですね、ラグジュアリー企業の構造はどういうような構造かということで、話しさせていただきたいと思っております。どうもお疲れ様でした。よろしくお願いします。じゃあ、資料を配ってる間、少し私のから感想を述べさせていただきますと、小原社長さんありがとうございました。小川先生と2人の大学、明治は130年で古いと思ってたら300年にはとてもかないませんそれと日本にいてわからない日本のことがあるんだということですね。フランス商工会議所が別格だということを、日本の中で第二次大戦の間に資料がないので日本にいてわからないという、だから外国へ行かないとわからない日本のことってやっぱりあるんだなというのがですね、なんとはなしに私はこの授業が留学だと思ってたんですけれども、なんかその理由もちょっと分かってきました。で、実は、去年の夏休み横井学部長、横井先生と私いろいろなファッションビジネスのいろんな準備のために、パリへ出張しました。で、時間をですね割いて、バカラの美術館へ実は博物館へ行ってきました。私も実はクリスタルが好きで、クリスタルの中に入るものも好きなんですけれども、ラリックとかバカラとか行くたびに美術館を訪れてるんですけれども、やはり皆さんもぜひ本物を見るように、本物の良さを自分でこう直感でもいいから感じ取ってみたらいいと思います。日本にもいろいろ伝統工芸品ありますけれども、やはり今日のコルベル委員会のようにビジネスとして伝統を支えるというですね、やっぱりフランスの底力というのを今日は感じさせていただきました。コルベル委員会の基準、5つあったようですけれども、国際的広がり、それから優秀さ、創造性、それから魂、ガバナンス、明大商学部もですねこの5つの基準を常にこう持ちながら、大学学部としての本物を築いていければいいなということを教員として今日は学ばせていただきました。じゃあ皆さん、コーラス社長さんにもう一度今日の講義の感謝の発表をお願いします。どうもありがとうございました。